はい。入門第2回目です。去年のコロナ明けの完全リモートの課題をちょっと、紹介しております。内部抵抗が1オームで外部抵抗が変化したときに1ボルトの電源につなぐと電流が流れるよと。その電流は R プラス R の E なんで、外部抵抗を R で処理する電力は電流の二乗をかける自分自身と言うんで、外部回路で処理するエネルギー、電力の、電力とエネルギーというのはちょっと細かく使いますけども、正解に言うと電力であれあります。単位時間あたりのエネルギーみたいなものです。が、電力がこうなるよと。ということで、最大電力を求めるという問題がよくあります。ここです。で、この求め方の、答えは、ラージ R が1オームの時に最大の0.25ワットになるよということですけども、これの求め方と言うんで、ここに P ダッシュの R と書いてあります。これ数学で微分。R の関数を R で微分することで、このダッシュの付け方は、キーボードからダッシュと打つんだけども、そうではなくて、この演算子の微分と、プライム演算子と、これを使ってください。コントロールプラスダッシュで、そうなるそうです。そうすると、ここら辺はプラスで、ここが0なんで、ここが0になるところと。なんで、最大値というのは傾きが0になるところと。ここは傾き負なんで、マイナスの値と。ということであります。すなわち最大電力を求めようと言われたら、0.25というのを、この P の R に1を代入すればいいということで、ここら辺の PR、のコントロール C して、コントロール V して、R が1オームのとこをイコールとやってやると、確かに0.25ワットとなります。これ、微分知らない人がやる方法で、こういう形に二次方程式を正規化してやると、引き算のところがあるので、これを R を変えてやると、ちょうど0になるときがすると、4R が最小値として求まるよと。いうんで、この R が0になるときを求めると、やっぱし、さっきの1ということになると。いう感じで、これが求める作戦のもう一個の方で、詳しくは教科書に書いてあります。3つ目と、この関数で、R の関数で、小文字の R は1と固定されとると。で、それを F の R とするよと。こいつのことと。で、これで、F' の R イコール0とやると、これ二次方程式なので、アシュームの正ですという仮定がなしだとすると、二次方程式を解くので、当然プラスマイナス R と出てくるというんで、プラスの方だけが欲しい場合は、抵抗プラスなので、外部抵抗プラスなのでというときには、アシュームのオールが0より大きいよと。ここにあります。アシューム、オール。0より大きいはキーボードから見ると。そうすると、二次方程式の解であるプラスマイナススモール R のうちの、プラスの方の R だけが求まると。なおと言ったって、この R がプラスかマイナスかわからんじゃねえかという人もいるかもしれないんですけども、ここに全ての変数はプラスと指定してあるので、この R はプラスの値であります。で、このラージ R の二次方程式の解もプラスの値で R と等しいと。いうんで、スモール R が1オームの時に R は変化させたんだけども、
1オームの時が最大電力になるということをこの2つは表しております。さらに別の方法を紹介します。さっき言ったように直列回路なんで外部抵抗による電流を定義すると R と R の直列回路で電源 E というんで、電力はというとこの電流の事乗×I 事乗 R であると。で、P'R イコール0としてこいつを使ってプライム演算子で微分して傾き0の時に求めてやると R が R の時と等しい時に答えですよと分かると。で、R にスモール R を入れてやると 4R 分の E 事乗というのが与えられて、これが電圧源 E から内部抵抗スモール R の取り出せる最大電力というものであります。電源の固有電力とかいう方もあります。で、この微分のもう一個の作戦が DR 分の DPR で、ここにある微分であります。これはプライム演算子は一変数関数のと書いてあると、こっち側0から5次同関数を返すと書いてあるので、2回微分、3回微分もできるし、変微分みたいな形で複数のやつが変化する場合の R だけを変数として微分するといった時にも使います。で、微分がこれになったよと。で、これが0になるというのはもう R と R はプラスの値なんで、電源まあプラスかマイナスかどっちも事乗数のプラスになるので、ここが結局ゼロになるのが答えと。で、 R イコール R とか分かりますということで、いろんな方法で解けます。まあ微分するの2つのパターンと、グラフに書いて、まあそれを確認すると。これはまあ高校とか中学校は使うかもしれませんけども、一応紹介しただけであります。さて、簡単にちょっとやってみましょうと。yx として x の二次方程式がありますよと。y'x をするとこうなるんで、この傾きが0になるときは x がマイナス1になるんで、y にx をマイナス1を入れてやると2が最小値と分かる。ここが最小値だ。同じように二次関数があって、 y'x はマイナス 4x プラス4なんで、 x が1の時に0になると。そうすると最大値は1であると。6と。はい、以上です。